親父の仇はこの手で取ってやる。いたずら電話をする年でもないだろう。はい、伊藤です。あ、かよこちゃんか。はずきだけど。あ、りょうりんちゃん。なおゆきいるかな。いないよ、出かけてるの。いつ頃帰ってくるかな。わかんない。そうか、じゃあまたかけるよ。またな。はい、もしもし。もしもし。はずきくん、どうしたの？ちょっといいかな。うん。ちょっと聞きたいことが。のぞみ。あ、ごめんなさい。おばあちゃんが呼んでるみたい。そうか。ごめんなさい。また電話して。わかった。じゃあ、また。ああ。タムさん。よ、元気か。タトゥーショップを探してるんだ、ドブ板の。あったか、入れ墨屋なんて。いや、でもどっかで聞いたな。思い出したよ、タムさん。そうだ、西条だ。知ってるだろ、バーテンの。ああ、横須賀の。あいつ、客と入れ墨の話してたぜ。ありがとう、聞いてみるよ。小峰さん。おう、りょうちゃん。タトゥーショップの場所って知りませんか？
タトゥーショップ？知らないね。タトゥーって入れ墨だろ。生まれてこの方、入れ墨入れようなんて一度も思ったことないよ。そうですか。何が楽しいんだろうね、あんなの入れて。あ、りょうちゃん、腹減ってないかい？焼きたてのほかほかがあるよ。いえ、また今度にします。そう、すいません。よう。タトゥーショップを探してるんです。タトゥーか。俺も入れようと思ったことあるぜ。そうですか。どこにあるんです？いや、それがな、結局見つからなくてよ。そうですか。すまねえな。そうだ、タトゥー入れたら店に来てくれよ。え？あんたに似合うスカジャン用意してやるぜ。栗田さん。よう、あんたか。タトゥーショップってどこにありますか？タトゥーショップあるって噂は聞いたけど、場所は知らねえな。そうですか。トム。はい、よう。この辺でタトゥーショップ知らないか？よう。タトゥーするの？いや、人を探してるんだ。Sorry、タトゥーショップは知らないね。そうか。新吉おじさん。よう、りょうちゃん。タトゥーショップを探してるんです。どこにあるか知りませんか？タトゥー？ああ、入れ墨か。って、りょうちゃん、まさか入れ墨しようなんて。いえ、違います。人を探してて。そいつがタトゥーショップに出入りしてるらしいので。なんだ、そうかい。びっくりしたな。つってもな、俺は知らねえんだよな。そうですか。悪いな、りょうちゃん。いえ。おじさん。なんで？誰かタトゥーショップを知ってそうな人は。いや、思いつかねえな。皆目見当もつきゃしねえよ。そうですか。すまねえ。いえ。絹代おばさん。いらっしゃい、りょうくん。絹代おばさん、今いいですか？なんだい、どうぞ。店を探してるんです。タトゥーショップを知りませんか？入れ墨のことかい？店は知らないけど。ああ、りょうくん。え？入れ墨屋のこと前には言わないでね。入れたいとか言い出すに決まってるから、お願いね。わかりました。赤坂さん。よう、りょう。タトゥーショップどこか知りませんか？タトゥーか。ファッションとしてはあんまり好みじゃねえな。入れるのか？いえ、そうじゃないんです。あんまりやばいことに首突っ込むな。ええ。ようこそ占いの館へ。すいません。お困りのようですね。はい。では占いましょうか。1回300円になりますが。はい、お願いします。では何を占いましょう？決まりましたか？運命の糸をお願いします。では、見えてきました。男の人が浮かび上がりました。どのような方かわかりませんが、あなたに深く関わる人物となるでしょう。そうですか。他にも何か占いますか？いえ、もう結構です。そうですか。では困った時はまたお立ち寄りください。ええ、じゃあまた。田島。何？タトゥーショップどこか知らないか？え？何？何ショップ？
タトゥーショップ、入れ墨を入れるとこだ。本当にあるの、そんな店？ああ、そのはずだ。入れ墨って針みたいの刺すんでしょ？うわ、考えるだけで体痛くなる。もう聞かないでよ。わかった。なあ。何よ、うるさいわね。私と話してる場合じゃないでしょ。のぞみと話してあげてよ。そうだな。強そうなのに知ってくれよ。なめらえないようにね。特にあのスクールボーイな。Shut up! You だってやられてだろ、あのスクールボーイに。ボーイ！ Oh no! Oh no! タトゥーを入れに来たのか？チャーリーってやつはここに来てるか？チャーリーならそこさ、眠ってる。だが下手に起こすと怪我するぜ。中国人の組織のことを聞きたい。知るか。うわっ、そんなこと聞いてどうすんだ。お前には関係ない。いいから教えろ。うわっ、分かったから腕を離してくれ。組織のやつに合わせりゃいいんだろうな。ガキは手加減っても知らねえ。それでいつだ？明日の3時にゲームセンターで待ってる。本当だな？ああ。来なかったら分かってるな。原崎、どうしたんだこんなところで。予備校の帰り。原崎の来るところじゃないだろう。葉月くんを探してたの。え？この辺りで葉月くんを見かけたって友達から聞いたから。でもなんで？今日の学校の志望校のオリエンテーション、葉月くん来なかったじゃない。ああ。もう志望校決めてるの？いや、でも行くなら空手部のある大学だ。そう。でもそろそろ受験準備も追い込みよ。分かってる。心配なのよ私、受験の前なのに。大丈夫だ。葉月くん、お父さんのことでいろいろ気持ちが落ち着かないのは分かるけど、でもそのことなら後で話す。きっとよ。ああ。こんなとこ原崎の来るところじゃない。早く帰れ。じゃあね。よ。ああ、毎度。どうしたんだ？喉乾いてジュース欲しいけど、僕小さいお金ないです。おごるよ。どれがいい？あなた優しい、僕嬉しい。僕飲むです。あなたのおすすめ。おすすめか。そうだな。
おすすめありがとう。僕もらうです。店忙しいのかい？ああ少し。あなた店また来るです。親父さんおすすめ食べにでも。ああ、当時さんたちによろしく伝えてくれ。僕わかった、親父さんたち伝えるです。じゃあ僕行く、用事あるです。ああ、じゃあな。はい、毎度。ほら、食べな。うまいぞ。よかった。腹減ってたんだな。ほら、腹減っただろう。よかった。腹減ってたんだな。歩む者は己の信念を全うするため死することも覚悟しなくてはならない。信念に生き、信念に死す、それが私の生き方だ。リョウ、お前も己の信念を胸に道を歩め、そして極めよ。親父、奴らは俺が。